どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ローソンアプリのお年玉のキャンペーンですね。 au じゃなくても誰でも使える au ペイ総額1億円抽選で当たるキャンペーンということで、こちらですね、皆さん知ってますかね。 Twitter 等々でですね、こちらすごい当たりやすいキャンペーンということで、かなりね話題になってるんですよね。ということで今回ですね、こちらのキャンペーン解説とですね、こちら店舗を回ってスタンプを集めるねキャンペーンなんですけども、実際にね30店舗私ね回ってきましたので、その当選結果とですね、簡単な攻略法もですね一緒にね解説していきたいなというふうに思います。最近ねお得情報っていう動画はねあんまり出してないんですけども、今回のキャンペーンはですね本当に予想はるかにね当たってる方が多くてですね、またねローソンのねこれキャンペーンなんですけど、もらえるのはですね au ペイの残高なんですよね。ということで au ペイがね利用できるところであればお買い物等々にね利用することができますし、こちらのね au ペイプリペイドね保有されている方であればですね、クレジットカードのようにね利用することができますし、このね au ペイプリペイドからですねレボリュートにチャージしていただいてマリオットボンボポイントをねお得に購入するなんてね、そんなことにも利用することができますので、是非ね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずねキャンペーンの概要ですね。期間は2020年の12月の26日から2021年の1月11日までというふうになっておりまして、こちら参加方法なんですけども、ローソンのスマートフォンアプリでローソンに行ってですねスタンプを集めるっていった形になっております。でですね、もらえる特典は au ペイ残高っていうふうになっておりまして、1店舗回ると500円のね抽選に応募することができて、2店舗回ると1000円のね抽選に応募できてですね、6店舗回ると1万円のね抽選くじに応募できるっていった形になっております。こちらねスタンプを貯めていくんですけども、スタンプの最大はね30スタンプまでっていう風になっておりますんで、最大は30店舗ね回れば、最大っていった形になっております。でですね、特典付与に関してはですね、その場でくじをね引くわけなんですけども、そこで当たりが出ればですね、その場で au ペイ残高のギフトコードがねもらえるっていった形になっております。こちらねあくまでね抽選という感じなんですけども、私がね見ている感じだとですね、こちらね1万円のこの au ペイ残高ね当たる人5000名っていうねくくりっていう風に発表されているんですけども、私の周りでもですねかなり当選してるんですよね。もちろんこちらね全国でやってるキャンペーンですので、こんなにね私の周りで5000名しか当たらないキャンペーンがこんなに当たってるのをね見るっていうのもちょっとね考えづらいなという風に思っておりまして、30店舗ね回ればですね最低でもね1000円ぐらいは当たるのではないのかなという風に思うんですよね。おそらく30店舗回って全部外れたっていう人ね今のところ私ね聞いておりませんので、抽選のね確率はかなり高いんではないのかなというふうに思っております。それはですねやり方なんですけども、今回のキャンペーンはねローソンのキャンペーンということで、まずねローソンのスマートフォンアプリをねダウンロードしていただいて会員登録ねする必要があります。ちょっとね会員登録に関してはそこまでね難しくないので、ここはね割愛させていただきますけども、ローソンのねアプリを開いていただいて、真ん中の下の方にですねキャンペーンっていうのがあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとね出てこないんですよ。で真ん中の方にねもっと見るっていうのがあると思うんですけど、こちらねタップしていただくとローソンアプリのお年玉っていうのがねありますよね。でこちらをクリックしていただきます。そうするとですね、私の画像はねもう30っていう風になってると思うんですけども、下の方にですねスタンプを獲得するっていうボタンがありますよね。こちらをお店のね近くで押すとスタンプがね溜まっていくっていった感じになっております。でですね、こちら特にねローソンで買い物するとかですね、ローソンの店内に入らなきゃいけないとかね、そんなことはありませんので、私がやってる感じだとですねローソンの本当に道の反対側とかでもね結構行けたりしたんで、近づいたらちょっとねやってみていただけたらなというふうに思います。でですね、このキャンペーンは1店舗につき1スタンプがね獲得できるっていうキャンペーンなんですけども、こちらねどうやらシステムエラーが起きてるようでですね、1日に最大30スタンプね獲得することができちゃうんですよね。ですのでやろうと思えばですねで1日にね30スタンプね獲得することができますので、あくまでね私がやった時のね時点での話なので、今後ね対策されるかもしれないんですけども、1日でねちゃちゃっと終わらしたいっていう方もですね一気にやることできますんで、1日1スタンプってことはもう毎日外出なきゃいけないみたいなね、そんな感じだとねちょっと面倒くさいかなと思うんですけども、一気にね回って一気に獲得するっていうこともねできますので、こちらもね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですね、簡単な攻略法なんですけども、できればですね家族の方を巻き込んでやっていただくといいかなっていうふうに思います。というのも、スマートフォンがあってですねローソンアプリがですね入っていれば、その分ねスタンプを集めることができますんで、是非ね家族の方とですね一緒にね回っていただけたらなっていうふうに思います。またですね、もらえる AUペイ残高についてはギフトコードでね付与されるっていった形になりますんで、ご家族ね 2、3 人とかでねやった場合に残高をねバラバラになるっていうこともないので、一つのね AUペイにチャージすることもできますので、こちらもね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。またですね、スタンプをね1から6店舗でね集めていきますよね。で500円、1000円、1万円っていった感じで抽選ができるわけなんですけども、最初の6店舗に関してはですね ABCDEF ってお店がありますよね。こちらは最初はね回んなきゃいけないんですよね。ですけども6店舗目のお店にね行ってスタンプをもらったらですね、ここで1回ねリセットされるんですよね、スタンプ自体が。この ABCDEF を回っている間はもう同じ店舗とか行ってもスタンプ取れないんですけども、1店舗目から6店舗目まで行くとですねそこで1回リセットされますんで、6店舗目を行くとですね本来7店舗目まで移動しないと次のスタンプはね取れないわけなんですけども、6店舗で1回リセットされてますんで、6店舗目行ったらですね同じお店で7個目のスタンプが獲得できるっていった形になりますんで、こちらもね是非覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。ですので ABCDEF っていう店舗もありますよね。そうすると F のお店から FEDCBA っていった感じで逆からね店舗を回っていただければスタンプまた獲得できるっていった形になりますんで、ひとまずですね1店舗目から6店舗目までスタンプを取ったら7店舗目は6店舗目でね2回もらうっていった感じで、その後はね順番はどれでもいいんですけども、7店舗目は6店舗目のところでスタンプ2回もらってね次のところに行っていただけたらなっていうふうに思います。これでね1つのお店ね回る回数減らせますので、これ知らないとですね無駄に1店舗ね多く回らなきゃいけなくなっちゃいますんで、この点はね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。こんな感じでですねスタンプ30個ね集めてみていただけたらなっていうふうに思います。時間にするとですね、私がやった感じだと私の自宅周辺はですね結構ねローソン多いんですよね。ですので本当にね1時間ぐらいでね自転車で回ればすぐ終わってしまったんですけども、これもね結構ね住んでる場所によってねやれるペースね変わってくるかなと思いますので、ローソンが近くにある方はですね是非ね挑戦してみていただきたいなっていうふうに思いますし、ちょっとねローソンが遠いなっていう方はですね都心とかね行った際にですねちょっと思い出していただけたらなっていうふうに思います。都心とかでねめちゃくちゃローソンあるようなところであればですねもっと早くね終わらせることもねできるんじゃないのかなっていうふうに思います。でですね、実際にね私が30店舗ね回らせていただいたんですけども、私もね私の端末と妻の端末2つでねやったわけなんですけども、実際にね30店舗回って1時間ぐらいでね終わったわけなんですけども、3000ポイント獲得することができたっていった感じになりますんで、1時間でね3000分獲得できたのであればですねかなりいいのではないのかなっていうふうに思います。でですね、Twitter 等々を見てるとですねこの1万円ね当たったっていう時間がですね結構ね皆さんね共有されておりまして、この時間に引くといいんじゃないかみたいなねそういうのも結構話されていて、どこまで信憑性がねあるかわかんないんですけども、日付がね変わるちょっと前の時間帯はね結構当たってる方がね多いっていう風に聞きますので、もしくはですね早朝にやるとですねまた当たってる方がね多いっていうのもですね話聞いておりますんで、まあここはね本当かどうかねちょっと全然わかんないんですけども、まあね当たってる方が多いのでですね、これから挑戦される方はですね、日付がねちょっと変わる前であったりですね、早朝にねちょっと引いてみてもいいのかなっていうふうに思っております。 Twitter 等々ではね最大2万3000部当たってる人とかいるんですよね。ここまで来たらもう本当にやばいですよね。1万円1回当たっただけでもですねかなりね得になるかなというふうに思いますので、是非ね挑戦してみていただきたいなというふうに思います。でですね、次に当たった時ですね、どうやってチャージするんだっていう話なんですけども、ローソンのね先ほどのキャンペーンのねところに行っていただくとマイページっていうのがね設置されております。でマイページに行くとですね、ローソンアプリのねお年玉のところにね見れるわけなんですけども、下の方に行くとですね、応募履歴をチェックっていうところがねあると思いますので、見ていただくとそこからもね見ることができます。これちょっとね見ていきたいなというふうに思うんですけども、このねシリアル番号を表示するっていうのを押していただくとシリアル番号がね表示されますよね。でこれをコピーしてですね、そうして AUペイの方をね開いていきます。で AUペイを開いたらですね、ホーム画面に、ね、なってると思うんですけども、ホーム画面の方の真ん中の方にねチャージってありますよね。このチャージっていうのを押してください。そうするとですね、下の方にですね AUペイカードチャージっていうねボタンがあると思うんですけども、こちらをね押してください。そうするとですね、コード番号手入力っていうボタンがありますよね。そうするとここにね AUペイカードチャージコードをね入力してくださいって出ますんで、ここでね先ほどコピーしたシリアルコードをですねこちらにコピーペーストするとですね、チャージが完了できるっていった感じになっております。ちょっとね私の方はですねこれ何回かやったんですけど、コピー&ペーストねできなくて、私はね最終的に手入力でね入れさせていただきました。私ね何回やってもねペーストが出てこないんですよね。これね普通にできてる方もね結構いらっしゃるんでちょっと謎なんですけども、私はねちょっとシリアル番号をね普通に手入力してもチャージね完了することができますんで、もしねできないっていう方はね手入力で入れていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねローソンアプリのお年玉キャンペーンをですね解説させていただきましたけども、このキャンペーンはですね2021年の1月の11日というふうになっておりますんで、まだね期間がそこそこありますので、今からね参加するのもねいいと思いますし、年が明けてね三が日お散歩ついでにですね利用するのもねかなりいいのではないのかなっていうふうに思います。まあね30店舗ね仮に回ったらですねかなりね運動にもなると思いますんで、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。時間がねもったいないなと思う方ねいらっしゃると思うんですけども、もしね1万円分がね当たったらですね一瞬でね元取れると思いますので、是非ね挑戦してみていただけたらなというふうに思います。私もですね家族の端末であとね30店舗ぐらいね回ろうかななんていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね是非チャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。